あと職あと職あと職は、中国五代十国時代に、生徒を中心に、四川省を支配した国。四川の豊かな財物を背景に、文化の花を開かせた。あと職の前に、四川には前、職が拡挙していたが、内部の腐敗をついた、高等の召集により925年に滅ぼされた。そしてこの地の統治を任されたのが、五色の建国者の毛友義である。その後、 江東では、長州が殺されて、民衆が擁立される。民衆は職にいる、毛友義への警戒心を強め、毛友義を抑制する動きを見せる。これに反発した毛友義は930年に挙兵して、高等軍を職から追い出し、932年までに、食前域を制圧した。ここに至り、民衆も毛友義を完全な支配下に置くことを諦めて、 怪獣作に展示、933年に、毛友義は、職王に封ぜられ、翌年に、民衆が死ぬと完全に自立して、皇帝位に就いたが、同年に死去した。その後、毛友義の逸尾の毛明が、帝位に就く。天然の要害である職ではあまり外敵の心配は、せずともよく、その軍隊を、内部の監視に向けて、権力を保持し、全職が発展させた、農業。 洋産業をさらに発展させ、文化人の保護に力を入れた。もう明は、首都の生徒を美しく飾ることを考え、木内の至るところに、不要の花を植えさせ、生徒城は別名、不要城と呼ばれるようになった。さらに五代が後進から五冠へと変わる混乱に乗じて、旗、貝生聖、大鳥の四州を奪った。しかし、五冠から甲州へ交代し、 明君清掃が登場すると955年に四、州を奪い返される。960年に、宗が成立すると、毛明は、北の北関と手を結んで、宗に対抗しようとするが、抵抗を虚しく965年に、宗に併合された。毛明は開封へと連れられ、新国公に封ぜられて、同年に死去した。死後、祖国王の称号を追封され、送り名として、 春るを送られた。あと、諸が滅びた後に、僧は、戦費調達のために、諸の地を徹底的に集落し、大量の財貨を開封へ持ち帰った。このことは、諸人の僧に対する強い恨みを残し、後の九百九十三年から九百九十五年にかけて、四川一志山一期と呼ばれる、大規模な農民反乱を起こすことになる。前諸と同じく、四川には、 平和を求めて流れてきた文人が数多く集まり、東の呉、南東と並んで五代十国時代の最高峰の文化を花開かせた。後職の代表的な文化人としては、画家の紀仙、詩人の下文鈴、王葉アッキラなどが挙げられる。高仙は前、職、国、五の両方に宮廷画家として仕えた人物である。家長画を得意とし、後の総代には高仙と、 南東の課長画家の女広氏の二人を課長画の基本とした。盲文鈴と王洋明はこの時代になって一般的になってきたジャンル、詩が主な作品である。それまでの詩とは違い、形式にとらわれずありのままの感情を表現し、歌うように読むのが詩である。詩にはそれまでは大っぴらに喋るべきことではないと考えられていた恋愛や性的なことを題材とした。 作品も多くあり、この時代に意識が開かれたことが感じられる。盲文鈴も、高線と同じように、両色に仕えた人物であり、大与明は後色の最小にまでなった人物である。別の見方をすれば、このような文人が、政権の傍らにいたから後色は滅んだとも言えない、こともないが。これらの詩人の作品は、番頭の836年から940年までに、 各地で読まれた、詩、死を集めた詩集、花監集に集められ、王様明が序文を書いている。ありがとうございます。